そして松山を返して中に切り込もうというところ、13番の菊池です。ハーパー、宇都とのマッチアップ、3人かわして決めていきます。自ら切り込んでいく。ここはリバウンドを取って逆に速攻に移ります。宇都、そしてウィルソン、テクニックを見せます。リバウンドを取って松山からここもパスをつないでいきます。ハーパーがゴール下まで入ってきますが、ここはシュートモーション中のファール。リバウンドを取って逆を使います。すぐ狙っていく。落ち着いて決めました長谷川智也。夏にベルギーで行われた 3×3 のワールドカップでは日本代表として共に戦いました。ゴール下、ここはバスケットカウントになりました。中に入って自ら打っていきますが、リバウンド、ゴール下はバッツ。最後は体勢崩しながらもしっかりと決めていきました。中に入ってバッツ。さあここも重量級の攻防ですが、外へ出してパスを回す。中に切り込むのは田村。田村決め切りました。バスケットカウント。これで駒澤にも得点が入ります。早い攻めでしたが、おっと、ここはホイッスルが鳴っていました。一つ大事なタイミングです。宇都から一旦外へ出して3の位置から打っていく。決め切りました柳川です。リバウンド、バックスもう一度行くか、どうだ、ホイッスルありません。奪った奈良。さあここも奈良がチャンスを作る。ウィルソンは3で行く。決まります。さあ一桁台まで差が縮まってきました。おっと、ちょっと今田村が口のあたりを押さえていますが大丈夫でしょうか。バッツ外へ出して3の位置からトップから決めました。頼りになるハーパーの3。前半得点のなかった柳川が一気に2桁得点を上げています。内、バスケットカウント。失礼しました。ここは7番松山です。そして今の場面、ここは止め切った、守り切った越谷です。そして速い攻めに変わる。長谷川からハーパー決め切る。さあ越谷のギアが上がってきます。そしてハーパー、松山、ここには柳川がつきます。ハーパーゴール下は決め切ります。さあそして越谷にボールが渡りました。動きが止まる。大きな拍手の中、試合終了のブザーです。91対72。